ホームゲーム2日目、勝って勝ち点を取りたい筑波大学。試合前にはセレモニーもありました。その初回、ツーアウトランナー満塁でバッターは米田。これがセンター前のタイムリーヒット。筑波大学初回に幸先よく2点を先制します。しかし2回の裏、このショートへの当たり、ショートの送球がハーフバウンドしたのをファースト米田が取り切れず、国学院大学に2点を反撃されてしまいます。しかし3回表直後に3番庄島のこの打球、ライトスタンドへ突き刺さるソロホームラン。ゲームを勝ち越します。5回、再び庄島、ライトへのタイムリーヒット。さらに1点を追加して4対2とします。なおもワンアウトランナー満塁とし米田。これがセンターへの犠牲フライ。筑波大学さらに1点を追加します。8回、ツーアウトランナー2塁でバッターは2番の長戸。ここ最近の好調を維持し、レフトへのタイムリーヒット。さらに1点を追加します。9回、最後は抑えの山田拓郎が危なげなく締めます。ピッチャーライナーの後、続くバッターを空振り三振。最後のバッターも三振に仕留め、筑波大学ホームゲーム2日間を見事ストレートで勝ち点を取り、優勝に望みをつなげました。ナイスゲーム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 ナイ